どこ行くの仕事あれ今日って平日だっけああ分かんないや曜日間隔ずれちゃってるかもはあうんあああっいや3分 何これ寒すぎてやばああああ昨日の夜の電気予報で明日の朝は特に寒くなるので気をつけてくださいって言ってたけど今度の気をつけるも何もなくない布団から出るなってことかなあ,あそういえば今何時 俺も起きる時間あいつもより1時間早いじゃん二度寝しようあほらおいね <laughs> また、あ、仕事そんなの半休取っちゃえばよくない休憩止まってんでしょ たまには働けないと。毎日毎日真面目に悪せく働いたって何にもなんないよ。自分を削っていくだけなんだから。寝れば肉体的には回復するかもしれないけど、精神的には回復しないでしょ起きた瞬間に、ああ、今日も仕事か、と思うでしょう。 それって精神的な疲れが取れてない証拠なんだよそんな状態で仕事したってミスの連発でもうダメだって自己嫌悪するに決まってんじゃんなーる絶対なるなんないのにこんなこと言っててしょうがないじゃん何で君の隣にいると思ってんの 悪いけど君自身よりも君のこと知ってるからねこういうのは真面目なやつほど損して真面目にやってるように見せてサボってやつが得をするんだから適当に息抜きしたっていつも真面目に頑張ってるんだしバチは当たんないって <laughs> それよりいい加減を布団の中入ってくんないせっかく温まってた空気が君が起きようとしたせいで逃げちゃった布団冷たくなっちゃってマジ寒くて死にそううーんいやだじゃない。 ちょっと前まで暑かったのに急に寒くなるとかやばくないこれも一種の地球温暖化のせいなのかなう過、ん、ごしやすい時期って一週間もあるかないかって感じだよねここ最近ほんとそう思う暖かくなって春が来たなと思ったらすぐ暑くなって夏になるし 涼しくなってきて秋だと思ったら今日みたいに急に寒くなって冬になるこれだけは声を大にして言いたいいきなり寒くなるとかマジで反則暑くなったり寒くなったりするのもある程度は仕方ないにしてもよくじわじわじゃないと体がついていかないよ若いとか関係なく 無無理理ななものは無理なのは布団から出なきゃいけない時間になってもこんなに寒かったら出られるものも出られない冬本番だったらどこまで寒くなるんだか考えただけで問題だうーん人間も冬眠できたらいいのになそしたら と君と一緒に布団の中でいられるのにこうやってぎゅーってしてさうん何んで話してあげなきゃいけないのいやまあ俺が君にあったまってるとこなの。 完全にやってまってるわけじゃないのに、どっか行こうとするとかひどくないこのまま放置して風邪でもひいたらどうすんの面倒見てくれる起きた時から仕事仕事って、そんなに仕事が大事いやーもう今日一日だけでいいから、俺と一緒にいようよ。 ベッドでイチャイチャして、ゲームしてイチャイチャして、ご飯食べてイチャイチャして、お風呂入ってイチャイチャしたくない俺はしたい。ここんとこ全然イチャイチャできてなかったから、成婚尽きるまでいっぱいしたい。 イチャイチャしようよ。うーん。<laughs> もう、ケーチ。もう知らない。ん <laughs> <laughs> 何 <laughs> 今の本当 本当の本当に定ーで帰ってきてくれる就業間際に仕事押し付けられても帰ってきてくれるうん分かった約束ねじゃあ俺からも一つ帰ってきたらさっき言ったイチャイチャしたい それくらい許してくれるよねやったー今夜が楽しみだないろいろやりたいことがあったから <laughs> 別に変なことしようとか思ってないよ定番の目隠しプレーとか両手両足を拘束してのプレーとか メイドさんとかの衣装を着てのプレイとかその程度今更なしにするのはなしそれはずるいよ後出しじゃんけんじゃん <laughs> <laughs> 怒った顔しても全然怖くないしむしろ俺を煽るだけ 俺だって今イチャイチャしたいの我慢するんだからお互い様でしょあ,あ分かってるって記憶が飛ぶほどはしないその代わり今夜のために今日はあんまり頑張って仕事してこないでね約束だよ